ジャズ喫茶ガリレラのおいちゃんです。今日はですね、オムニバスレコードから、このレコードでしか聴けない曲をプレイをお届けします。お待ちください。デビューというのはレコード会社の名前です。これデビューというのはチャールズ・ミンガス、マックス・ローチがですね作ったレコード会社なんですね。それで、歴史的なレコーディングをしてるんですけども、それで先ほど言いましたようにこれオムニバスですので、いろんなプレイヤーのプレイが入ってます。リー・コニスとかですね、ミンガス、パールウェイ、パールウェイ、マックス・ローチ、それでだいたい1952年とか53年とかですね、まだどうですかね、ビバップの名残があって、これからちょっと新しいことをやっていこうとかですね、そういった時代ですね。非常になんか革新的なことをやろうという時代です。でこのレコードもそういったプレイがいっぱい入ってます。これもそうです。でオールプレイといえば、後もずっと活躍する代表的なピアニストで、どちらかというと、フリータッチのプレイヤーですけども、ここで非常にリズミックにやってますけども、当時としてはですね、非常に新しかったのではないでしょうか。はい。でこのデビューレコード、このオートバイオグラフィー・インジャーというのはですね、これを出して潰れてしまったんですね。ボーナスレコードなんですよね。それで潰れてしまったという。ですとこれ歴史的なすごいレコードなんですね。はい。もうすぐ終わってしまいそうですね。ここら辺にしたいと思います。覚えておいてくださいね。とりあえずいっぱい書いてあります。はい。ぜひおすすめです。じゃあ、ザイオ、バニーレアおじさんでした。